役職をお選びください。選択しない場合、余っている役職がランダムで振り分けられます。あなたの役職は村人です。8番。のプレイヤーが発言します。おわー、トップバッター来たかよ。ありやっがちゃとおううありか。がとう。やっちゃおうか、人間さんも一緒に。一周目釣り出しの左投票やっちゃいますか？どうしますか？まあね、噛まれたと時りにます、ありね、が乗っ取られとたのが怖いけどね、やっちゃいますか、やっちゃいますか、やっちゃいますか、どうしますか？やろう。私はやる派。やる派でいきましょう。これね、ハマったらめちゃくちゃ強い。でも逆に陣外にはまったら陣外がめちゃくちゃ強い。もう反るか乗るか、もう生きるか死ぬかの勝負行きましょう。もういいです。やっちゃいましょう。もう陣外を圧倒的に潰しましょう。圧倒的じゃの村人の方が多いんで、村人陣営の方が6人なんで、圧倒的圧力で陣外潰しましょう。15分で終わらせましょう。お願いします。9番のプレイヤーが発言します。はい、賛成です。賛成です。左投票します。8番は、まあ分からんけど、なんか村っぽいんかなってちょっと思ったのが、なんかすげえ楽しそうだなって思ったんで、8番が陣外を引いて、左投票やりましょうって言って、なんかすげえ楽しもうとしてる感じがあまり陣外っぽくないのかなって感覚で思ったっす。ただまあ8番は2周目の精査を聞いて、もう一回精査かけようかなと思ってますけど、現状は、なんか声色とか、8番の感情を拾った感じ、あまり陣外っぽくないなって、初週の印象では思いました。ですね。で、まあ、この発言をなんか9が8を村置きしたとかって捏造しないように気をつけてください。村がそういうことすると、落ち度になって拾われて、殴られるんで、はい。ぐらいですかね。自分。1番のプレイヤーが発言します。まず一つは乗るか乗らないかをまず喋ってみんなに欲しい。どっちでもいいとかいうのはやめて欲しくて。まあ自分は乗ります。メリットもデメリットもあるんで、今回乗っていいと思ってて。まず、ただ、もし、乗らないって人が多い可能性もあるんで、そうなった時は釣りになるから、そういう時釣り位置決めとかないといけないんで、怪しい位置は言って、といてください。で、現状9番さんが怪しくて、8番さんが白いとは俺ならないと思うけどね。8番さんってこれ、上手い人狼って強いから、その下手な人狼だったら弱いんだけど、人狼で言ってる可能性もあるし、狂人で言ってる可能性もあるんで、白いとは言えないから、9番さんなんか8の白透けしてる感じがするんで、もし、みんなが乗らないってなれば現状の釣り位置9番さんかなと思ってます。2番のプレイヤーが発言します。はい、2番です。まあ乗っても僕はいいかなとは思ってるんですけど、ちょっとその進行をしたことがないので、左の人に投票して釣りなしっていうことですかね。ちょっと僕はもう一つメリットがわからへんけど、メリットを誰か説明してくれていいと思ったら僕は乗ろうかなと思ってるって感じぐらいですかね。はい。まあ、だから8、9、1。まあ1が、まあ9は8の白置きが早い。まあ9はそれで何でしょう。そういうふうに言わんといてねっていう、なんかまあ防御感はあったかもしれんけど、まあそのなんか発言的には別にそんなに僕は8が白いとはそこまで9も置いてないと思うから、1が変化っていうとそういう見方もあるかちょっとわからんかなって現状思ってます。891からそれ言った人物が知るんか、僕この進行がちょっとわからんな。まあ3番のプレイヤーが発言します。はい、よろしくお願いします。まず1番さんから触れていくと、1番さんが俺一番白いなと思いました。8番さんが狂人で変わった進行を取ろうとしているっていう可能性はあるんじゃないかなと俺は思ったんですよね。なのに9番さんっていうのは8番さんをブラっていう発言しちゃったんですよね。だから俺9番さんが怪しいなと思っていた、1番さんが怪しいって言ったところが良かったなと思っています。で、左投票占いなんですけど、まあ、これは賛成ですね。俺これ何回かやったことあるんですけど、これ結構村が強いです。結構狼も、あまりこういうの言わん方がいいな。
この進行強いんですよね。まず2番さんに説明し、まあ、2番さん2周目だと思ってるんだけど、2番さんに説明してあげると、まず左投票することで、短周議論できるんよね。でそこがメリットなのと、強人が裏切る可能性があるんだけど、次の日強人とか釣ってしまえばいいから、ここもメリットになる。以上。4番のプレイヤーが発言します。はい、さ、9番って8番のこと村置きしたでしょ。俺したと思うんだけど、人外っぽくないって村置きではね、要するに。なんか9番が村置きしたとか言うと捏造して釣られちゃうんでとかって言ってるけど、まあ、9番がこういう風に釣られる状況も加味してないのが、まあ、9番人外っぽいなと思ってて、まあ、1番3番と視点合うなと思って聞いてましたね。村置きしたでしょ、確実に。なんかしてないっていうなら、なんか9番の方を捏造って思っちゃうんだけど。はい。で、だから、したよ、多分。2番さんに言うと。うん。まあ、だから、俺は、まあ、別作戦乗ってもいいんですけど、もし作戦乗らないで9番さん釣りたいんですけどね。ダメなんかな。はい。こんぐらいです。お願いします。村人陣営でした。5番。のプレイヤーが発言します。はい、おはようございます。まあ乗りましょうね。まあ僕が狼だったらここを噛むなってところはちょっと見つけてしまいましたが、まあまあまあ、これを言うと、まあ無駄利がないというところで、そうですね、僕が怪しい人物一人だけピックアップします。9番さんですね。9番さんです。はい、9番さんはもう一回原文をリピートするので、まあ、なんか村っぽい。これはなぜか。楽しそうだから。言っております。楽しそう。そして、まあ、当然感覚だし、声色ってだけだから、当然2周目1の先生聞くけどね、みたいな風に言った後、最後に、これで9番が8番村を切ったとか言わないでね。最初に言った感覚で村っぽいは、どこに行ってしまったんですか、9番さんってお話なんで、まあ、すごく1番と4番とね、だいぶ視点は合うなといった印象でございます。6番のプレイヤーが発言します。僕ですよ、パーギーショ、よろしくお願いいたします。まあ僕も乗りますね。とりあえず1本が再スタートします。僕は9番が8番を村置きしたしない精査に関しては、それで狼が特定できるかっていう考察には、なんだろう、結びつかないような気がするんで、それでこう議論が進んじゃっているのが一瞬目もったいなかったなっていうふうに思ってて、4番が9番に対して本気でそれで9番8番村置きしたでしょっていうだけで、9番を釣りたいっていう感覚になっちゃいけないと思ってて、どちら4番は本気でそれを思ってんだったらちょっと要制裁値なんだけど、どっちかっていうと、5番が、1番4番っていうところの位置を乗っかる位置で、怪しい位置っていうのを9番に乗っかって全員なんか持ってってる姿の方が。7番のプレイヤーが発言します。はい、お願いします。作戦に関しては、まあ、その進行をやってみましょうというのを自分も言っておきます。まあ、これでほぼ全員が一致かな。はい、で自身が、まあ、見てるのって、まあ、号泣ロールかなっていうふうに思ってます。6番さんっていうのは最後便乗せずに、まあ、9番さんを釣り押すっていうことせず、だから最終便乗位置の5番さん、あんまり9番さんを狼軸で引っ張った場合、6番さんっていうのはつながりえないと思っているから号泣かなっていうふうに思ってますね。うん、で、5番さんに関して、まあ、違和感だった点っていうのが、多分発言精査漏れっていうのかな、こういうのって。1番、4番と視点が合うって言ったけど、その場合って3番さんも必ず入ってくる人物ね。3番さんって1番とすごく視点が合うって言った人物だから、そこの視点漏れもちょっと5番さんは怪しかったかなっていうふうに思ってます。はい。自身は号泣が怪しく見えてます。以上です。8番のプレイヤーが発言します。ありがとうございます。4号9がおかしいかなと思っとって、4番さん、5番さんが9番さんに、自分はね、9番さんに防衛感を感じたよね。自分のことがなんかフィーリング的に、声色的になんか、
なんか村っぽいんじゃないかな。でも、わからないよで、到着、着地点があるから、その後の言葉で、これで私が、白助しとるって言われ、色助しとるって言われたら、そこの発言が防衛感に感じた。でも、着地点っていうのは、8番のことを白置きをしてないから、4番さん、5番さんが9番さんに対して白置きをしとるんじゃねえかなっていうのは、おかしかった。ではその発言を、じゃあ1番さんになんで視点向かなかったか。1番さんも同じことを落としてる。でも1番さんっていうのは、鈍進行じゃない場合っていうのは、ちゃんと発言を落としていきましょう。その後の言葉付けが非常に良かったかなと思う。で、7番さんが今、その視点を向けて、3番さんにまで視点向くんじゃないかなって言ったけど、3番さんや、2番さんか。あれ、3番さんやったんか。3番さんやったら一緒か。ああ、それは違うわ。9番さんすわ。4番さん、5番さんが一番怪しく見えてるかな。9番さんが2周目。1番さんは印象いい。2番さんはわからない。6番さんも印象いいかな。ちゃんと原文を拾うとるから。そんな感じかな、と思っております。ダメです、これ。9番さん、私、発言拾ってない?めちゃくちゃ。9番さん、ちゃんと着地点はね、防衛感はあったように感じたけど、着地点で結局色の透けはしてませんよ。そこは防衛感に感じたんよ。8目線はね。でも4番さん5番さんが色透けちゃうのはわからない。以上。9番のプレイヤーが発言します。はいはいはい。まあ、6が一番良くて、7についても5、俺結構5人外かなって思ってるから、5を疑う視点はいいと思うけど、まあ、7番2周目時間があったら9の黒要素、なんで合計に見えたかのかを教えてください。まあ、ライン精査したんか、単体で怪しかったかもしれんけど、って思ってます。7もまあ、5を疑う視点はいいなって思いました。で、8についてもまあまあまあって感じかな。なんか、3番だったっけ ?2 番か3番かなと思ったけど、まあ3番8番が感じてるような防衛感っていうのは、まあ、まあ、俺の発言からして、まあ感じられても仕方ないかなとは思うかな。俺はまあ、自分は村置きしてないですってはっきり言って、自分は村置きしてなかったんで、だから、それをなんか村置きしたとかって言ったら、捏造っぽく見えちゃうから、そういう、なんか、把握も俺はやめてねって、俺は村置きしてないですよって言ったから、俺が村置きしてないって言ったら村置きしてないんですけど、まあまあ、それは別にどうでもよくて、なんか5までどうでもいい精査してんなって、なんか、いうのが率直な感想だったから、なんか何の要素も欲しいなって思って聞いてて、で、6がそこ正したのが村っぽくて、で5番については、なんだっけ、5番むちゃくちゃ人外っぽいなって思ったのがあったんだけど、9を疑って、なんだっけ、忘れちゃったわ。5番がすげえ人外っぽいなと思ったんだけど、理由忘れたな。うん、忘れた、ごめん。とりあえず5が人外っぽいなって思って、6が村っぽいなって思って、7が5を疑う視点同じだなって思った。8に関しても2周目別に悪いとこなかったと思います。1番。のプレイヤーが発言します。いや多分これ9番さん人狼だとは思うね。やっぱまあ7番さんって5キロのライン切り追ったんだな。どうせ釣れないからね。これやるってなったらもう釣れないから、多分7番さんは5キロのライン切り追ったんじゃないかなと思う。でもし9番さんが狼じゃないんだったら6じゃないかな。なんか6番さんってなんかヘイト管理してたんで、みんな、村同士で殴り合って、なんか、高みの見物してる可能性があったんで、もし9番さんがローじゃないんだったら、村同士で殴り合って9番さんを釣ろうとしてるのを高みの見物って感じだから、9番が村側だったら多分6番さんじゃないかな。9番さん怪しむ視点が多分村側だと思うから、9番さんが実際にローか、ローじゃないんだったら6番さんだと思う。で、まあ多分、あと一つなんだけど、これ裏切った人もほぼ狂人か人狼なんでも薬船服で行くんで、裏切った人は絶対明日釣るっていうのは共通認識で絶対行くのと、で、明日絶対フルオープンね。全部。で、明日多分占い釣りになるんで、クロス越えとかもなる可能性も十分あるから、明日一気にゲーム、開けたら即全張りで、まあ占い釣りになると思うから、クロス越えとかもなり得るから、それだけはもうみんな知っといて。2番のプレイヤーが発言します。
はい、まあ、今日はだからとりあえず左隣の人に投票したいってことですよね。ちょっと確認だけ、ちょっとこの僕の後の人教えてください。はい、僕は結構8が気になってて、なんかその1の、まあ、145が9に向けた視点で、1のその後の発言が良かったからなんか1が白いって言ってたけど、なんかそこでなんか1のなんか白置きしてんのか、なんかどこがそんなに1が白かったんかなと僕には分からんかったから、145の際がどういうふうについたんかなっていうのが8が気になったかな。全く1を怪しむ視点がなかったから。まあ、5番はなんか結構原文はちゃんと拾ってたと思うけど、9番の発言を結構一軸拾ってて、なんか僕は精査しているように思えたかなと5番に対しては思ってる。まあそれが人外で4番に僕は乗っかってるようには思えなかったから。あ、みんなありがとう。あとちょっと、ね、なんか別に5番がそんなに全員が向けてるような、全員が向けてるわけじゃない、ね、全員が9が怪しんでるのか、5番が怪しいなって言ってる人はちゃんと5番は原文はちゃんと聞いて説明してるのかな、ま、とは僕は思ってるかな。ぜひ、ね、協力できる方お願いします。うん、だからなんか5級のライン切り、まあ、7番がそう見えたんやったらあり得るかもしれんけど、僕は結構ちゃんと5番も拾ったかなと思ってるぐらいかな。はい。だから気になるのやったら8、まあ、理由はその位置が、なんか弾けて置いてるのがあるかなと思うので、なんか1、8ってもあるかもしれんかなって現状思ってます。1の発言から別に変な要素はないねんけど、コメントなんか8が色、1の血をつけような、してるような感じが、ああ、聞こえますか？感じがしたっていう現状です。はい。左3番のプレイヤーが発言します。はい、よろしくお願いします。今現状なんですけど、689に2人がいると思ってます。現状ですけど、8番さん狂人の9番さん狼だと思っていて、まず理由なんですけど、6番さんが9番さんをかばう行動してるんですよね。まあ、69はまあ見えないと思うんですけど、まあ、7番さんが69は見えないっていう発言は俺良かったと思うんですけど、俺6番さんの強靭目っていうのはあると思ったんですよ。で、6番さんの強靭目を8番さんがなぜか追わないんですよね。9番さんが怪しいんであれば、6番さんって結構怪しい位置になると俺思ったんですよね。なのになぜか6番さんの強靭も追わない8番さんっていうのは、俺8番さんの強靭があるのかなと思いました。で、9番さんの相方位置なんですけど、俺はもう切りに来てるんじゃないのかなとは思ってます。キアルさん、ありがとう。そうですね、現状で、あ、まあこれ以上言わん方がいいか。どうしようかな、まあ、これ以上言わないか。8番さんが俺は狂人だと思っていて、9番さんが狼さんで、相方位置が、うん、まあ5番さんなのかなとは思ってます。あとは以上かな。は以上です。4番のプレイヤーが発言します。俺ね、2番4番、あ、2番5番村だと思ってんだけど、わかんないな。3番の白撤回、今の発言で。で、なんか他わかんない。なんか6番さんがなんかいいこと言って評価されてるっぽいけど、俺もそれはあんまりわかんない。うん、なんか客観目線そうなるのかもしれないけど、俺の視点からそれがまずわからない。なんか1番さんは、まあ、別に9番怪しむ視点が村側はあるんですけど、9番人間の可能性全然あると思ってて、なんか俺、今日9番つらないで、なんか、その、進行を貫く意味あんのかなって思っちゃったので、うん、まあなんかそれでも、なんか俺が9番さんとかに投票して、一人でなんか明日9番村で狂人とか追われたら、まあめんどいんで、まあ、じゃあ5番左投票しようかなとは思うんですけど、なんかそこまでしてなんか進行を貫く意味ないなって俺は思っちゃったので、なんか1番さんも別に2周目人間っぽくなかったなって思ってて、さんありがとう。まあ2周目人間っぽかったのが2番さんで、まあ、俺も5番さん別便乗じゃないと思いました。はい、のでなんかそこに何かしらねじ曲げ入ってんのかなって思ってて、まあ9番さんはね、いや多分負けると思うんだけど、今日釣られなかったらぐらいに思っちゃったな。2周目聞いちゃったら。うん。いや、だからしんどいと思うよ、明日以降。
9番疑ってる人が9番の人間まで追うのが結構厳しいかなと思う。5番のプレイヤーが発言します。はい、そうっすね。まあ、9番さんは相変わらず臭いですね。僕は左投票しますね、6番さんに。てか、全員してください。その上で、9番が怪しいなって思ったのは2周目段階において、まあ、5番がすごい人外っぽいって思ったけど、要素を忘れたって言ってるんですが、皆さんって怪しいなって思った人物の要素忘れますかねって話ね。だから、すごい9番は黒塗りをしようとしてる感にしか僕は見えなかった。かな。あと気になってるのがちょいちょいあるから指摘させてもらうかな。6番に関してはノッカリチが5番だって言ってますけど、じゃあ同様にそれってあのノッカリチがあの狼を探す議論になるんかって思うんですね。別に同じ視点だったらエリさんありがとう。人外だにはならないはずですよ。9番っていうのが怪しい発言をしてます。でそこに共感を示していて最終便乗地が僕、そうなった場合ノッカリチ5番がそれをイコール人狼になるんかってなるから、同様に6番その議論も狼の探す議論にはなってなくて、7番から言われた3番にいいねっていう目線がいかないのかっていうのは飲みます。それはいい指摘だなって思いました。はい、それはいい指摘だと思ってます。ただ僕は最初と最後だけ上げたっていうそれだけです。はい、で2番とか4番に一つ気になるんだけど、俺がのっかりじゃないってなった場合、真っ先にのっかりだって言った6番にちょっと目線はいかんかって思ったから2周目そこだけは引っかかったかなってぐらいです。あと3番さんは689に人外って言っておきながら8標準9ロー相方5ってどういうことですかって思いました。6番のプレイヤーが発言します。僕一緒パーゲーでしょ、よろしくお願いします。これこの進行でやるんだけど むずいっすね、これ考察すんの。あの5番は まだ怪しいんですけど、一番最後の発言だけは一緒だったんですよ。あの僕9番に乗っかる精査とかっていう目線で5番を怪しいっていうよりは、あの一応乗っかる精査で怪しいは怪しいんだけど、その5番が取った1番と4番との9番の精査で全く同じ内容だと思ってるんですよ、僕怪しみ方って。4番みたいに9番の言論からちゃんと説明をして9番に怪しい要素をあの取っている発言であれば細かく精査してるなっていう反応にあの様子になるんだけど、僕からしたらその説明が薄く5番は乗っかり位置に見えてるんで僕でも3番に取った視点は僕の聞き間違いじゃないのかなと思ったんで、6番、8番、9番、人外地って3番確か挙げてたけような気がして、最後5番が出てきたんで、ね、ってなったんですよ、3番って。だからちょっと 2周目の3番は、おやってなってて、もうちょいおやってなってるのが1番で、1番の考察で左投票しなかった人物が狂人か狼っていうけど、この流れの時に狼がそれする理ってないと思うんですよ。占い噛まれない限り、色2本が見られる中で投票を変える人物って狂人でしかないと思ってるんで。7番のプレイヤーが発言します。はい、お願いします。あの6番さんに関してはあの3周目があるからね、これあのみんな左投票で3周目があるからもっと精査深めれるよ、そこだけは言っとくね。時点で、まず9番さんにアンサーするんだけど、9番さんが黒くと俺が見たあの様子ね、それはもうみんなが結構言ったとは思うんだけども、8番さんの進行論のみでやっぱり9番さんが8番に対して白評価っていうのを下すのがちょっと違和感だったかなっていうふうに思ってます。これって正直誰でも言えると思うし、別にそれを言ったからっつってやっぱり白評価ってできないと思ってるから、そこが9番さんに関しては違和感っていう点ね。うん、であの6番さんって絶対見えなかったよ、9番さん狼塾で引っ張った場合6番さんって。だって6番さんって9番さんをかばった人物でしょ。あの1番さんから始まって、ほぼね、ほぼ5番さんまで、全員とは言わないけども9番さんにヘイトが向かってる中、6番さんだけが9番さんに対して、いや9番さんはってかばってる人物だから急には見えなかった。だから最終便乗位置の5番さんが、匹敵するんじゃないか、匹敵って言い方あったのかな、あの5級が見えるあるんじゃないかっていう説だね。やっぱり狼って便乗しやすいところにすると思うし、ラインを切るっていう可能性全然あると思ってる。だってあの正直これって3周目まで発言あるしね、で釣りがないっていう状況だとそれはできると思ってるから、はい、っていうのが自身の考えですかね。
まあそんな感じかな、俺目線は。はい、左投票ね、みんな左投票。以上です。全プレイヤーの発言が終了しました。何言ってんだよ、俺を悪者扱いすんな。さあ、裏切り者出るか。これね、全員左投票になったら逆回りになるから、この7番さんからスタート、7番さんからスタートになるから。え、投票が終了しました。追放されるプレイヤーは2番、2番の遺言を発表してください。裏切ったぞ。あれ俺釣られてんの、どういうことどういうこと。1、7が僕投票したこと、7人外や。いや、全く僕この進行の利用全然よく分かってないまま。なんだ7か、そうか。僕はご案しようやなと思ってて、2周目もちゃんと言論拾ってたし。強靭に見えんかったけどね、7。7が人外か。つながるとこどこなんやろな。なんで意味わからんな。僕8の2周、3周目か、3周目聞きたかったな。僕8をちょっとかなり怪しんでた部分もあったから。そういうことしか考えてなかったな。8がどういう風に精査するんかなと。まさか7が裏切り者とは思わなかった。夜が更けました。人狼に気をつけてください。色もありそうだけどね。夜が明けました。昨夜は1名の方が亡くなりました。3番のプレイヤーが発言します。え？に黒？ 2 番黒？ニクロだったら草だな、これ。占い近くか。占い師です。ごめんなさい、帰ってきました。占い師です。4番さん白で9番さん黒でした。俺、結果全然わかんないですけど、今どういう状況ですかね。今どういう状況ですかね。9番が騎士で出たってことは1番さんが騎士ですね。これ9番さんの乗っ取りですね。ああ、やっぱ、で霊能者は4番さん、例の者の OKOK。これ1番さんが騎士で9番さんが騎士の乗っ取ってます。9番さんの黒要素全員わかると思うんですけど、で俺9番さん黒で追ってましたよね。で6番さん怪しいって発言して、ああもう時間がない。4番のプレイヤーが発言します。はい、23人狼ね、23人狼。いやちょっと、いつ悪かったね、なんか結構ミスってたね。まあまあまあ、勝てないよ狼、これ7番強人だから。7番強人だから、強人が無事で村人陣営の当人がご主人殺してんじゃんこれ。やばいよ。いや、7番さんやってるわ。
俺絶対2番さん役職で出ると思ったからやっちゃった。いやいやいや、ゲイさんもタクマさん怪しまったけど、タクマさんって村リンの狼でも言えるよ、慣れとるけ。でも一番最初に村リンなこと言うけな、狼とか狂人言うけど、狼でも狼は狂人殺すことできるけ、狼でも出るければ実際出たしまえ。いや、これ、狼でも出る要素って、これ、9番狼なら裏切るよ。どうせ明日釣られるから。なあ、うん、前、たくまさん、裏切ってたくまさん入れたもんな、狼でな。あれ、俺、全部当たってたから、考察が。狼はやりやしいけよ、ゲイさん。ほんまに、白が全部見えとるけん。いや違うんすよ、これ占い目線だと結構難しいんですよ。だからどっか黒軸にして精査をラインをちょっと結びをつけようと思って、僕の中で対抗って占い黒が占いで出てくると思ってたんですよ。で誰が黒占いで出てくるかなって発言聞いた時に、お眠りさんしかなんか占いで出てくるような布石打ってなかったんですよ。これフィーリングっすけど、うわ出たこれ、人が挑む時に占い出てくるおねむりさんと思って、これ絶対やだわと思いながら、あと一つ、これもうちゃんと裏切った人は明日釣るって言わないと、例えば4番さんが霊能持ってるからもう急投票しましたとか言いかねないから。いやもう1と9だけは絶対釣る、違うと思ったもんな。9番さんが何で9番さんがなんで怪しまれたんかわからん。いや、それは8、白浮きしたから。正直言いますけど、6番さんか8番さんに狂人いると思ってました、俺。俺、3か6で結構、どっちか占いだろうなと思って 3番持ってんだよね。3の占いすごいわかる。3占いだと思った。なんで3番占い、おバカちゃんめ。いや、8番に対する初週段階で8番強靭かなってのが、8路持ってる発言かなって思っちゃった。いや8番さんの強靭ってありますよ、だって。いや、狼もあるからなんで強靭だけなんだろうってのであんまり突っ込まなかった。いや狼だったらワンちゃんヘイト買う行動なんであんまりやりにくいんですよね。俺神なんだったらヘイト買っても別に問題ないんで、うん、8番さんが強靭だったらこの進行を取る、まあ、変なムーブを取る行動っていうのはありえるよねっていう。これ1神は何神な、占い師。いやもう1騎士かなと思って、うん、あ騎士1騎士かもう占い師の2択だと思ったんですよね。あで4番さんが霊能者かなと思ったんですけど、4番さんちょっと白もう打つ布石打ってたんで、いやーここ噛みにくいなと思って1番さん噛みました。霊能者8強靭だと思ってたんでちょっと難しかったっす。村から見たら1級は役役に見えたな。まあさ、これいいとこって占い師さん仕様で初日新占い師するよりはこっちの方がいいよ。それよりかは、ちょっと聞いていいですか。これ多分占い三仕様だったら6釣りから入ってるよ。あ、僕釣りから入るか流れになってますよ。あと7番さんはあんまり裏切らない方がいいですよ。6番が9は怪しんでないから。いや、そしたら俺騎士出て6以外から投票させるかな。6人外ほぼないと思う。まあまあ、安室さん9目線はそうだろうけど、9を疑うの村側だと思うよ。いや、6が人狼の時って1以降にすり寄った方がコスパいいんだよね。いやいや、6番が強敵っていうのは逆に9を白助けしてるとか普通見れるけどね。いや、かばったらヘイトもくと思うよ、多分普通に考えたら。いや、6番さんの強靭があるでしょ。あ、まあ強靭はあるけど、うん、そうそう、だから3四があったら多分6釣り行ってたな、俺は。6番さん、強靭しろか。これさ、今の進行で2番が村だった時って7番があれじゃないですか、人外の動きしてるから7釣りになんすか、次。やっぱ次6が、うん、次7釣って次の引き目打ち、裏切りは7つになる。うん、
これ狂人裏切らない方がいいんだけどね、実際。あ、ご主人ちゃん釣っちゃう可能性もあるんで。そうそう、で縄も減るから、縄減るけど次の引き目打ち勝たないといけないけどね。え、狼が裏切る理って何なんすかこれ。裏切る理だからもう次の日、次の日釣られるぐらいならどっか白いとこかなんか役目か釣ろうって感じよ。まあライン見せないんで、釣って次噛めるからね、ライン見せないんで、占い新占い師噛んだら結構やりたい放題できたりもするかもしれないです。別に狂人って見られてもいいしさ。狼は7分の3で役噛めるんよ、イエさん。7分の3で噛ん、あ、乗っ取り終わせるってことですか。そう、役噛めるんよ。で、7分の1で狂人。そうそう、だからさっき7狂人ってわかるやろ。で、例えば7が1釣るやろ。7狂人1が村って分かったときに、かなり役は噛めるよ。かなりの確率で。ただ7は語れないけどね、もう。もし裏切って村が釣れた場合って言うたら、人狼2人じゃが、で、狂人が裏切りじゃが、そしたら6分の3で、2分の1で役噛めるけな、ゲイさん。そうそう。でね、一回なんで次の日、フルオープンって言ったかっていうと、俺、占い師でこれやってて、次の日、狼釣ったんだけど、クロス越え霊能が指示してなくて、俺抜かれたんだよね。で、新騎士釣っちゃったんだよ。だから、もう占い決め打って、うちでもうその次、縄減ってる時点で占い決め打ったらもう残った占い決め打ち進行だから、あったな、たくまさん、そうそう、だからクロス越えしないといけない。騎士2人は霊越えしてももう出さないといけない。たくまさん抜かれとったら騎士も霊能者も出しても次の決め打ち進行、占い師の。いや、正直、2番さんが死んだ時点で、俺も直火しようかなと思った。まあね、ニツ。モキモキさそれもありかもしれん。2浪7強で、厳しいよね。占いの相手も厳しいやろ、あれ、たぶん。ワンチャン2番さんが死んだ時に占い指導してた。まあ、霊能乗っ取るくらいや、ね。霊能乗っ取ればチャンスはあるかな。霊能乗っ取っても噛まれんのおかしいってなるけど。そうか、2番さんが霊能使用しとけばまだワンチャンあったかもしれない。ああ、遺言でなんか出とかねえけなんだわな勝負で、霊能使用だったらあれか。いや、そもそも安室さんご主人様つったらダメだって俺視点やばいっすよ。だって兄さんが役だと思ったんですよ、ね、だから兄さんどっちか行こうと思ったんですよ両方ご主人様や両方そうね、安室さん分からんもんな、それ分からんもんな、こっちも分からんし。いや、それやるくらいなったら2日目黒出しで釣られて死ぬらないしかもどうなんかな。それも厳しいんか、難しい。まあ、いろんなパターンがあるからね。突き詰めないと。まあ、7が裏切って2釣られた時点で俺に勝ち目はなかったっすよね。いや、もう呪縛しようか悩んで、いや、もう勝てんわなーってなってやめました、最後。ちなみに、まあ、あれなんですけども、2番さんが役に見えた理由っていうのが、2番さんが左占いでいいんですよねっていうのを再確認したのが、なんか2番さん役っぽいなって、だから確認してるのかなって思ったのと、3番に関してはなんか、あ、これ以上は言わない方がいいかとかっていう発言があったから、3番は絶対役だと思ったから、2、3どっちか行こうと思った。トイレ行こう。そうそう、3番2周目で思考隠したの結構役っぽかったんだよね。はい、ちょっとお手洗いって。いや、まあ役職のちょっと布石を打ったんすよね、いらないよあと6も CO できる人物じゃないと9かばいづらいと思ったから36でめっちゃ迷ったんだよね。ごめん、なんで9番さんが叩かれたんかがいまだにわからんのよ。
もう8の村子9番さんは別にあれだったんよね。そんな怪しいかなって感じだったから、あ、8番さん村ですって言ったから、やっぱ白すけ起こしてるんじゃないのって思われた。8の村っぽさを拾える人が少なかったっていうだけじゃない。まして、人外っぽいって村置き、人外っぽくないって村置きしたってことじゃないんですか。いや、じゃけど、これは色好きじゃないですよって言うたけん、その、あら、その発言で9番さんが怪しまれたんですよね。いや、その発言で防衛感は感じたけど、色好きの発言ではねえよなと思ったん、自分はな。でも、人外っぽくないは村置きじゃないですか。これはだと思ったから9番の発言おかしいなと思って叩いてるんだけど。人外っぽくはないじゃない。とりあえず、あれじゃない。色好きやけど。1周目までの精査なんかないんですか。ちなみに俺は4の2周目めっちゃ白かったけどね。うん、だって9番、人間、だって9番役持ってなかったらさ、なんか負けちゃわない次の週で村、負けちゃうと思ったんだけど。うん、だから俺の人間ケアまでして、その初日釣りを考えてるのが4番村でしかなかったから、俺してはね。ちなみに村っぽいって言ってましたね、普通に。あ、村っぽくは見えたよ。そういえば誰かに指摘されたんですけど、俺689に二人街いて、8番狂人で9狼で相方は5番さんなんじゃないかっていう発言って別におかしくなくないですか。おかしくないよ。あ、戻りました。なんか誰かになんかおかしいって言われたんですけど、ね、じゃあ、あれか、9村の時は6狼ってこと。それなら納得だけど。じゃあ689に二人街でもう一人人がいるっていうコースじゃない、さんがいたら。ポケモケさんが言うには、二人街がおるんじゃねえんかなーって、でも5番も怪しいよーっていうことやな、ポケモケさん。うん、次、こう抜ける人いますか。